それでは発表を始めさせていただきます。テーマは、インチセット QA におけるオーティファイ活用というテーマです。よろしくお願いします。まず、簡単に自己紹介をさせてください。梶井部一と言います。サイバーエージェント2022年の4月に新卒で、入社しました。で、今は株式会社ウィンチチェットというところで、ウェブフロントエンドエンジニアとして働いています。SNS でこの猫、筋トレしてる猫のアバターでやってるので、よかったら覚えて帰ってもらえると嬉しいです。で、こちら目次になるんですが、タイトルがウィンチチェット QA におけるオーティファイ活用というものになっていて、そもそもウィンチチェットってどういうサービスなのかっていうところだとか、あとは QA プロジェクトをどう立ち上げているのかみたいな話。あとは、本題のオーティファイをどういうふうに導入していったのかっていう話。最後にまとめという話で、流れでやろうと思います。よろしくお願いします。まず、ウィンチチェットとはというところになるんですが、サービス概要としては、競輪オートレースの投票サービスになります。2019年にサービスの開始をしまして、現在は競輪市場のシェアナンバーワンになっています。開発組織としては、エンジニアは大体20人ほどいまして、ウェブチーム、アプリチーム、サーバーチームの3つに分かれています。他の会社さんなどでいらっしゃるような QA エンジニアだとか、QA の組織はまだないというような状況になっています。で、ここで今現在、あるとかあったような課題の一つとして、QC チームがかなり精一杯というのがあります。QC は外部の会社さんに委託をしているんですが、新機能、ウィンチチェットの新機能だったり、定期的に行うようなリグレッションテストの影響で、かなりスケジュールを逼迫しているような状況になっています。なので、新しく差し込みで、何かやりたい、何かこう、QC をしてもらいたいっていうふうに言って抑えようとしても、なかなか近場では抑えられなかったりっていうような状況になってしまっています。その結果として、技術的なリファクタリングだったり、結構大きめのパッケージのアップデートだったりっていうのが、なかなか直近で QC を回してリリースっていうのができなかったりするので、後回しになってしまったり、なかなか即座に変更をリリースできないっていうところがあったりします。というところで、ウィンチェットまだまだこれから大きくなっていきたいとは思ってはいるんですが、そういった新機能の攻めだけではなくて、守りの部分も固めていかないといけないよねという話があり、この QC の手一杯であるというような状況の課題を解決するべく、QA という QA の組織を立ち上げようという動きが出てきました。そもそもこの QC と QA で、アルファベットが一つしか変わらないので、分かりづらいような単語になってしまっていると思うんですが、QC というのは、作ってるものとか作ったものの、こう動いてほしいに対しての、実装がちゃんとそれの基準に達しているかっていうのを、管理するような、クオリティコントロール、品質管理の、略語になります。で、その上位概念として、QA、品質保証というのがありまして、製品自体、プロダクト自体への責任を持つものになります。機能をリリースした後に、それをユーザーにとってどう受け止められて、どういう影響があったから、次の開発でこう活かしていこうね、みたいな、よりこう長いスパンでの考え方になってきます。ウィンチェットで、現在は QC しかない状況でしたので、QA をこうやっていきたいっていうふうになっていったんですが、大きく2つアクションとしてあると思っていて、QC 自体、今やって行っているのは QC 自体の精度を上げていくっていうアクションと、もう一つ、その QA に昇華させていくっていう、二つ目のものがあると思ってます。で、今回、いろいろなアクションがこうあるなと思っているんですが、QC 自体の精度上げの一つの動きとして、自動 E2E をやっていきましょう。その文脈で、自動 E2E の実現方法として、オーティファイというのをチケットでは採用しました。先ほどからこうオーティファイと何度か、話しているんですが、そもそもオーティファイって何っていうところを、機能の紹介などを含めながら、話させてもらえればと思います。オーティファイというのは、オーティファイ社が提供するサービスでして、簡単に言うと、ノーコードで、自動 E2E テストを作ったり、それを回したりすることができるサービスになります。
EC テストというと、セレニウムだったり、サイプレスなどで結構自分でコードを書いて、作るようなイメージを持っている方も多いかなと思うんですが、そういったテストをかなり、UI の変更に弱いような、かなりコスパの悪いものっていう印象を持たれている方が多いかなと思います。ただ、こういったこう自動 EC テストのプラットフォーム、Fortify などを使うと、UI の変更があっても、そのテストを自動で直してくれるような、オートヒーリングと言われるような機能があったりします。あと他にも、実機環境での iOS とか、Android の実機環境でのテストの実行が可能であったり、Fortify に組み込まれている機能として、メールボックス、仮想のメールボックスみたいなものを使って、実際に届いたメールを検証したりなどができます。で、右側で動画を流すんですが、今、このミニチェットのプロダクトを触っている感じなんですが、こうやって Fortify のテストを今、録画しています。やってる内容としては、新規アカウント作成から、メールアドレスの認証を、メールアドレス経由での認証を今、行っています。こんな感じで、メールボックスみたいなのも、Fortify の機能を使うことで、シームレスに使うことができて、その件、メールの内容の検証であったり、そのリンクを踏んで、実際に認証を突破するみたいなことが可能になります。で、その後、テストを保存とすると、Fortify 上に今行ったような操作が、すみません、ちょっと小さくて言いづらいかと思うんですが、実際行ったような操作が、例えばクリックするとか、こういう内容がこういうことであることを確認するみたいな、それぞれの、動作が記録されて、こちらが、Fortify 上に記録された E3 テストになります。それぞれ記録された、この一つの単位、クリックするとか、検証するという一つの単位をステップと Fortify では呼んでいて、このステップにも様々に機能がありまして、JS ステップというものがあったりします。これは任意の JavaScript を実行することができる機能でして、ローカルストレージをこうゴニョゴニョしたりとか、あとは API にこうデータを取りに行ったり、または何かこのテスト用の条件を整えるために API を叩いたりみたいな、そういう柔軟なことができるような機能になっています。以上で、こう、Fortify の機能を説明してみたんですが、Twitter でこの Fortify とかでこう検索したときにこうよく出てきたのが、Fortify 高いって噂聞くけどどうなんだとか、Fortify この使うハードル上に使ってる人が結構、あんまり多く、多い人、多くのエンジニアが使ってるわけではないなというところがあると思って、外国籍になるという話があるかなと思ってるので、そのあたりも、発表で話せたらなと思っています。実際に、Fortify を導入してみた話に移っていこうかなと思うんですが、3つフェーズに分けてお話しします。Fortify を導入する前の導入準備の段階と、実際に導入してみての話。で、最後に導入してどういうふうに使ってるかの話の、3つのフェーズでお話しします。で、まずは導入準備についてです。先ほど、WinChat で QA のプロジェクトを、QA 組織を立ち上げるっていう話をしたと思うんですが、実はその前から、サービス開始当初から E3 テストはやりたいよねというところが、思いとしてありました。ただ、セレニウムだったりとか、コードを書く E3 っていうのは、WinChat の開発リソース的には、あまり適したオプション、適した選択肢ではないよね、というところで、コードを書くのはやりたくないけど、将来いいソリューションが来たりとか、タイミングが合えば、導入したいね、というところが、もともとコンテンツとしてありました。というのもあり、この QA 立ち上げに一つのアクションとして、自動 E3 テストをやるぞ、というふうになりました。で、自動 E3 をやるにあたって、懸念点何個かありまして、さっき話したような料金が高いっていう話だとか、あとはその料金に見合うだけの効果があるかとか、本当に必要なのかとか、様々、Fortify 以外も、メイブルとか、マジックポットとか、様々あるんですが、どのサービスを使うかっていうような懸念点が様々ありました。で、そこに対して考えたのがこちらになります。今現状、QC の方たちにかなり依存、QC を行ってもらっている状況ではあるんですが、QC の方たちに払っている人件費の部分と、Fortify の利用料の部分をこう比較したときに、Fortify の方が結局こう安く済むというような
ところが、数値として分かりました。将来 QC を全部オーディファイに置き換えるとかではないんですが、目安としてオーディファイの方が安く済むところが一つ理由としています。二つ目に、過去の不具合、実際に起きてしまった不具合のを全部洗ってみたときに、およそ約2割ぐらいが、リリース前にもし E3 テストがあって、それを実行していれば防いだかもしれないというような、データがありました。で、この二つの理由をもとに、まあ、なかなか高い買い物ではあるんですが、自動 E3 テストをやるぞというところで、なりました。で、その自動 E3 をやるにあたって、どのサービスを使おうかというところで、ミンチセットではオーティファイを採用しました。で、決め手となったのは、先ほど話したようなオートヒーリングという、テストを自動的に修復してくれる。多少の UI の差分があっても、落ちないように修正してくれるっていう部分と、あとは、日本語で、こう、画面をこういじれるっていう、そこの誰でも簡単に使えるというところ。あとは JS ステップの柔軟性というところが決め手になりました。また、トライアルでの体験だったりサポートがすごい充実していたというところも、大きく理由としてあります。実は、オーティファイには、こう、オーティファイ for Web というのと、オーティファイ for モバイルの2つがあるんですが、今回はオーティファイ for Web のみを採用して、for モバイルは見送りという形になっています。モバイルの方は JS ステップがこうまだ対応していないというようなところが当時ありましたので、今回は Web についてのみの採用になっています。では、次に実際にオーティファイを導入してみて、まあ、良かったところとかに、の紹介に移れればと思います。良かったところとしては、まあ、さっき話したような、モティファイの機能になってしまうことが多いんですが、ブラウザ上でぼちぼち操作するだけでテストが作れるっていう簡単さであったり、メールを含んだテストができる。これによって、メールアドレスを用いた認証を突破して、その認証後の機能を検証できたりというところが、簡単にモティファイの機能だけで、行うことができます。右側の、オーティファイの画面のスクショになるんですが、こちらが、ログインして、競輪のレース投票をして、その投票を受け付けましたっていうメールを確認するっていう、結構まあ長めのシナリオとかテストになってるんですが、実はこう見た目上はこう9個のこうステップしか見えてない状態になります。非常に見通しがいいものになってるんですが、これがこう99ステップもあるのに見通しが良くなってる。というのは、実はステップグループという、オーティファイの機能によるものです。プログラミングでいうと、この関数の切り出しみたいな、一つの意味ある単位を関数に切り出して、見やすくするみたいな認識で、だと分かりやすいかなと思うんですが、長めのシナリオでも、様々なこう一連の流れをステップグループという単位でまとめることによって、メンテナンス性とか見通しがすごい良いものが、できたりというところがすごい良かったなと思っています。で、続いて、このミートアップの名前にもあるマディな、ちょっと泥臭いような、ところに移っていこうかなと思うんですが、まず一つ目ですね。先ほどメールテスト機能があって、メールアドレス認証ができますよっていうところが、まあ良いところっていう話をしたんですが、使いつつも、若干、こう、不安定な部分もあったりっていうところが、一つ苦しんでいるところとしてあります。メール選択の機能としては、指定した件名に近いものを開くっていうようなものになってはいるんですが、例えばこういったような、認証のログインの申し込みを受け付けましたみたいな、件名がこうたくさん同じのがこうたまって、未読のメールとして溜まってしまっている場合とかに、メール選択の精度が落ちてしまって、古いメールを開いてしまって、横期限切れの認証 URL のログインできないみたいな、ということが、ウィチェットの中ではというか、ウィチェットがオーティファイ使っている中では、こう多々起きてしまっていました。で、それに対してのアクションとして、そもそもこうログイン以外のメールがまず来ると、ログインがまず不安定になってしまうというところがあったので、そもそもこうメールがログイン以外まず来ないようにするっていう事前準備と、ものによっては、メールアドレス認証をこうやめて SMS 認証に移行しています。で、実は Autify だけでは SMS 認証を突破できない、というのも、自動
化を検知してしまって、めちゃくちゃ画面が出てきてしまって、オーディファイが突破できないというのがあるんですが、ミンチセットでは Firebase SDK を使っているので、オーディファイを実行しているときのみ、リキャプチャーの Firebase の SDK をこう、フラグを変えて、リキャプチャーも効果して、オーディファイでも、キャプチャー、SMS 認証を突破できるように、修正して、安定したログインの検証を行っています。じゃ次に、マティーな二つ目のところになるんですが、先ほど話した関数への切り出しみたいなステップグループという機能についてです。先ほど結構見通しが良くなるので、結構いいですよって話をしたんですが、見通しが良くなりつつ、一口でステップグループと言いつつも、実は2種類、種類があって、使える場所が限られてたり、というような制約が実はあったりします。こういった細かい仕様の違いを踏まえないで使ってしまうと、本来この先頭に置きたいステップグループを、中間で、そうですね。先頭にあるこのステップグループを、はこの先頭でしか使えない、この中間のこの部分でとかでは使えないみたいな制約があったりします。この辺の細かい話は話が長くなってしまうので、全部はお話できないんですが、そもそもこういった細かい仕様を、把握しなくても、シナリオを簡単に作れるように、このミッチセットでは、シナリオ作成のフローとかをきちんとドキュメントにまとめて整備して、対策をしておりますが、このあたりのステップグループの仕様がもうちょっと柔らかいものになればいいなと思いながら使っております。以上が導入の話で、最後に、オーティファイの運用に、どういうふうに使ってるのか、ところに、していこうと思います。導入前については、そもそも QC の日程が確保できないとか、リファクターしたけど、QC が混みすぎてて、QC 予約しようか迷って結局やめとこっかみたいな、その迷いがあったりとか。あとは、QC を結構丸投げしてしまっているので、その検証、自分たちのプロダクトの検証項目ってどういうものになっているのかっていうのはあまり見えていないというような状況がありました。そこに対して、オーディファイを導入したことによって、オーディファイのテストが通れば安心して、早めに、リリースができるよね、とか。あとは、リファクターして、想定してなかったところに影響が出てたことにオーディファイのおかげで気づけたとか。あとは、このオーディファイのテストを、エンジニアで、ウェブチームとサーバーチームで作っているので、QC チームが行っているのですね、検証の内容についての関心度が上がったというところで、組織自体の QC とか QA とかの、への意識が上がったというところで、副作用的に良かったのかなと思っています。で、これからの展望とか課題としては、現状まだあまり JS ステップを使いこなして、精度高い検証ができているとは言い難い状況にはなっているので、せっかくの機能である JS ステップを使って、より細かなテストを行っていくであったり、あとは、実機の検証というのも、まだあまり実現していない状態になるので、より、本番に近い形で実機検証を行っていったり。あとは、これからいよいよ Autify を運用していくフェーズに入っていくので、新しい機能が追加されたりとか、昔作った機能が修正された時にテストが落ちるっていうことがあると思っていて、そこの修正のフローとかが、チームの中で属人性がなく運用できるような状態に持っていきたいなと思っています。で、最後にまとめになります。ミンチセットでは、今後のミンチセットのさらなる拡大のためにも、攻めだけでなく、守りも固めていきたいという思いがあり、その一つのアクションとして、QA の立ち上げを行っています。その QA の立ち上げの文脈の中で、QC 自体の精度も上げていきたいよね、という話があり、その中で自動 E2 テストをやろうという動きがありました。その自動 E2 テストの解決策として、Autify を採用しました。ただ、自動 E2 テスト、義務の弾丸ではないと思っていて、主に料金の面で、なかなか全てのプロダクトが採用するというのは、特策ではないのかなと思っています。ただ、時期を選べば、時期というのは、プロダクトの機能数が莫大になってきたりとか、なんか全貌が把握できないような状態になってきたりとか、ただプロダクトの種類的に、より、厳密さが問われるようなものであったりとか、そういったことを考慮して、適切な時期を選べば、
高い買い物ではあると思いますが、大きなリターンが得られるのではないかなと思っています。ビジットでは今の状態、今の段階で、オーディファイを導入して、様々なこう良いところと、マッディな部分とたくさんありますが、総合的にはとても良い、選択だったなと思っています。これからまだまだオーディファイを使い倒して、どんどんビジットの守りをこう固めていく時期だと思うので、またまた、オーディファイをよりよく使っていこうと思います。はい。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい。カジさん、ありがとうございます。そうですね。まあ、なんか、コードを書かなくても、なんか自動化できるとか、まあ、GUI だとわかりやすいので、なんかそういうテストコードとかの、なんかテストコードの品質とかをあんまり考えなくていいとか、なんかそういった恩恵も結構ありそうだなと思って、なかなかいいなと思いながら聞いてました。ありがとうございます。そうですね。まあ、ちょっと時間もあんまりないので、また質問コーナーちょっといきたいんですが、まあ、もしあれば、なんか、ツイッターとか、マディウェブ、つぶやいていただいたりとか、カジコやってると思うので、そちらで、なんか、交流できたらいいなと思ってます。はい。カイさん、ありがとうございました。